ンテストね、3度美味しいと思うんですね。写真撮ってる時のね、それ楽しいんですよね。で、出来上がった時のマイアムの写真見た時にね、これまた楽しいんですね。で、そしてその写真を見ていただく町民の方々の笑顔、本当に、このコンテストを通していろんな笑顔が伝わるかな、子育ての喜び、そして未来へつなぐその大切さ、そういうものを共有していけるかなと思っております。自然に撮った写真だったので、たまたまお買い物してる時にランドセルがたまたまあって、それでパパと一緒に走ってたところをちょっと私が撮って、どんな姿を見たいなと思いますか？そうですね、まあ、生まれてから今までもすごい成長スピード早いなと思ったんで、これからもっとすくすく健康に育ってくれればいいかなと思います。